このようによくわからずに住民税、事業税に関する事項を申告してしまうと損してしまうことがあるということが言えます。こんにちは、永井です。今回は難解すぎ住民税、事業税に関する事項、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。最近このチャンネルではあえて確定申告書の分かりづらい部分をテーマとして取り上げて、皆さんが余分な税金を払わないで済むような情報を提供しておりますが、今回も確定申告書の難解な部分シリーズ取り上げてみたいと思います。それが第2表2ページ目ですね。一番下の方にある住民税、事業税に関する事項という細かい部分ですね。その住民税、事業税に関する事項は非常に分かりづらく、また間違いやすい項目で、知らぬ間にあなたも損しているという可能性があります。そこで今回は住民税、事業税に関する事項についてなるべく分かりやすく解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ると、住民税、事業税に関する事項について理解することができ、税金を払いすぎないで済むようになります。ぜひ最後までご覧ください。なお、この税理士永井チャンネルでは、税金などに苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたい、または節税を行いたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また税金や給付金に関する最新情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まず、そもそも所得税の確定申告書なのに、なんで住民税、事業税に関する項目が設けられているのというところですね。まずここ理解していただければと思います。ここを理解していただくと、この後の話も比較的スムーズに頭に入ってくるかと思います。基本的には、所得税の確定申告書を提出すると、税務署からあなたのお住まいの自治体にその確定申告書が転送されるので、住民税ですとか事業税の申告っていうのは不要なんですね。視聴者の中にも住民税ですとか事業税の申告をしたことがあるという人の方が少ないかというふうに思います。ただし、所得税の申告項目の中には、住民税、事業税と取り扱いが異なる項目があるんですね。よってそれらの項目について自治体にきちんと知らせるために、住民税、事業税に関する事項を設けて必要な事項を記載しなければならないと、そういった仕組みなんですね。基本的には納税者の負担をなるべく取り除いてあげましょうと、つまり確定申告は1回で済むようにすると、そういった制度ではあるんですけども、住民税、事業税で取り扱いが異なる箇所があるということですね。よって所得税の申告義務がないという人でも、住民税、事業税に関しては申告が必要という場合もあるんですね。そういった場合はそれぞれ申告しなければならないということになっております。ちなみに、住民税については市区町村、事業税については都道府県が管轄になるということですね。同じ地方税でも違いますので、その点気をつけていただければと思います。それでは一つ一つ住民税、事業税に関する事項を見ていきたいと思うんですけども、まず住民税に関する事項ですね。一つ目なんですけども、非上場株式の少額配当等ということですね。そもそも少額配当って何というところなんですけども、文字通り金額の小さい配当金のことを言うということですね。具体的には10万円かける配当計算期間の月数、これは最高12ヶ月ということになるんですけども、割ることの12ということですね。この配当計算期間というのは通常12ヶ月の場合、それから6ヶ月の場合というのがほとんどです。よって配当計算期間が半年6ヶ月の場合は、5万円以下が少額配当となりますし、12ヶ月が配当計算期間である場合は10万円以下、それが少額配当になるということですね。そしてこの少額配当なんですけども、確定申告しなくていいですよと、所得税ではそのようになっております。ところが、申告しなかった配当についても住民税では課税対象となるんですね。そして非上場株式というのは、住民税っていうのは源泉徴収されないですね。よって改めてこの住民税に関する事項に、非上場株式の少額配当等の金額を記載して自治体に知らせる必要があるということになっております。つまり、少額配当の申告をここでやってると、住民税に関するですね、そういった記入欄になります。そしてその右ですね、非居住者の特例ということで、そもそも非居住者というのは、いろんな要件、細かい要件があるんですが、日本に住んでいない人と、簡単に言うとそのようなことになります。そして、非居住者であった期間、例えば1月から6月まで海外に住んでいたと、そういった方ですね。で、その間に発生した
国内源泉所得、まあ、非常に専門用語多くてうんざりという方いらっしゃるかもしれませんが、国内源泉所得というのは国内での勤務に対して払われた給料ですとか、国内にある資産により生じた所得ということになるんですが、そういった国内源泉所得のうち源泉分離課税の対象となった金額をここには記載してくださいということになっております。源泉分離課税、これはこのチャンネルでたびたび取り上げているんですけども、もともと税金が源泉徴収されてそれで課税関係が完了すると、そういった課税方法、所得のことを言うんですね。なぜこのような項目を書かなければならないかということなんですけども、住民税は源泉分離課税がなされる国内の源泉所得についても当然課税対象になってくるということなんですね。たとえ非居住者であっても、海外に住んでいたとしても国内源泉所得に関しては課税されてしまうんですね。そしてその非居住者であった期間における国内源泉所得のうち源泉分離課税の対象となったもの、まあ、つまり源泉されて課税関係が終了しているというものはここに記載しなければその金額っていうのは自治体は把握できないですよね。つまり申告している分の分離課税については確定申告書を見ればわかるんですけども、源泉分離課税で課税関係が終了してしまっているものはここに書かないと自治体が分かってくれないので記載してくださいということになっております。まあちょっと専門用語多いんですけども、一つ一つ理解していけばそれほど難しくはないかというふうに思います。つまり源泉分離課税の対象となった所得はここに記載しなければ自治体がわからないですよということですね。続いて、まあ、次も長ったらしい小難しい言葉なんですけども、配当割額控除額、それから株式等譲渡所得割額控除額という項目ですね。まあ、ただこれは言葉が難しいだけで内容は非常に簡単です。まあ、特定口座、源泉徴収ありの口座で株取引ですとか配当金を受け取ったりしていて、でそれを確定申告を行うといった場合に、配当金ですとか株式等の売却益から源泉徴収された住民税、それが配当割額控除額、それから株式等譲渡所得割額控除額というものなんですね。それがある場合にはその住民税額を記載してくださいということですね。これは証券会社から発行される年間取引報告書を見れば金額を把握することができます。確定申告をした場合はその金額を書いてくださいということですね。ここに金額を書くことによって場合によっては後々住民税の還付を受けられたり住民税の控除を受けられるということですね。忘れずに記載してください。まあ、ただし確定申告しなかった分、つまり申告不要制度を採用するといった場合は記載は必要ないので、その点も気をつけていただければと思います。そして今の項目に絡むんですが、次の項目ですね、特定配当と特定株式譲渡所得の全部申告不要ということですね。特定口座、源泉徴収ありの口座で株取引、配当金の受領、そういった株式投資を行っている場合に、所得税においては、例えば損益通算などをするために確定申告をしましたと。一方、住民税においては、場合によっては国民健康保険料などが上がってしまうことから、住民税においては申告不要としたいといった場合ですね。令和2年以前については改めて住民税の方で、必要書類を記載しなければならなかったんですね。ところが今回令和3年分からこちらに丸を記載するだけで住民税については申告不要とすることができると、そのように利便性が高まったんですね。よって所得税では確定申告をするけど住民税ではその全部を申告不要としたい、そういった上場株式の配当所得、株式譲渡損益があればここに丸をしてくださいということになっております。このあたり過去動画で詳しく解説しておりますので、今回は省略したいと思います。ちょっとここの話分かりづらいので、過去動画しっかり見て理解していただければと思います。説明欄にも貼っておきます。ちなみに過去動画でも語ってるんですけども、多くの場合住民税では申告不要とした方が得になることがあるんですけども、場合によっては申告した方がいいというケースもあります。その辺様々なケースがあるので、ぜひ住民税のシミュレーションをしていただいた上で判断するということをお勧めします。続いて給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法というところですね。給与ですとか年金以外、例えば事業所得、不動産所得、雑所得、それ以外いろんな所得があるんですが、それらに対する住民税について特別徴収、つまり給与などから天引きしてもらうと、そして天引きした側で
支払ってもらうと、まあ、そういった納税方法なんですけども、そういった特別徴収により納付するか自分で納付するか選択すると、まあ、そういった箇所なんですね。まあ、もちろんいずれの場合でも払う住民税は同じです。損得の話ではなくて手続き的な話ですね。あなた自身が納付書などにより住民税を払うか、勤務先などが天引きによって住民税を払ってくれるかと、あなたに代わってですね、それを選ぶということですね。で、この項目なんですけども、どこで聞いてくるかというと、なるべく、例えばあなたが副業を行っていて、副業を勤務先にばらしたくないと、ばれたくないといった場合は、自分で納付するというところを選択することをお勧めします。もちろん、自分で納付したからといって、副業がばれないというわけではないんですが、比較的ばれづらくなるということですね。一方で、特別徴収を選択してしまうと、本来その勤務先で受け取っている給与というのがあるかと思うんですけども、それに対して住民税が多すぎたり少なすぎたりということが起こりうるんですね。よって人事担当者ですとか経営者に副業が気づかれてしまうということがあると、そういったお話なんですね。よって、まあ、無難なのは自分で納付、こちらに丸をつけていただければと思います。そしてその右の4つの項目ですね、都道府県市区町村への寄付、過去特例控除対象から一番右ですね、市区町村条例指定寄付というところで、これは寄付金控除のお話ということですね。もちろんふるさと納税も含みます。そしてこの4項目なんで記載しなければいけないかということですね。ふるさと納税については寄付金控除の項目でちゃんと一個一個入力しましたよね。なんでまたここで金額を集計しなければならないのということなんですけども、所得税と住民税では寄付金の区分ですとか範囲、それから税率が異なるんですね。よって記載してくださいということになっております。例えば、認定 NPO 法人以外の NPO 法人に対する寄付なんですけども、住所地の都道府県市区町村が条例が指定したものは、所得税の寄付金控除の対象にはならないんですけども、個人住民税の寄付金控除の対象にはなるということですね。よって、そういった範囲の違いがあったりといったことで、取り扱いが異なることもあるということですね。よって、この辺も正確に記載していただければと思います。ちなみに、ふるさと納税は、都道府県市区町村への寄付、過去特例控除対象というところに入りますので、ふるさと納税しかやっていないという人は、この欄に記載してもらえればというふうに思います。以上が、住民税に関する事項ということですね。で、こっからが事業税に関する事項ということで、私は、毎年、事業税、課税対象ではないですよという人は、見ていただかなくても問題ありません。まあ、ただ、確定申告をして税務署に提出しないと、なかなか自分が事業税の課税対象かどうか知ることはできないので、そういった方は、この事業税に関する事項も正確に記載することをお勧めします。事業税に関する詳しい説明、過去動画で撮っておりますので、下の説明欄にも貼っておきます。そちらもぜひ合わせて見ていただければと思います。まず、非課税所得などというところなんですけども、1と2という項目があって、まず1なんですけども、まあ、以下の事業を行っていれば、その1という番号を書いて、その所得金額を書いてくださいということですね。まあ、具体的には、畜産業ですか、水産業、それから、マッサージなどの、その他の医療に関する事業、そういった部類の事業を行っている場合は、通常の事業税の税率とは異なりますので、記載してくださいということですね。まあ、さらに、以下の事業を行っていれば、2と記載して、その所得の金額を記載してくださいということで、まあ、林業ですとか、鉱物採掘事業、それから外国での事業などですね。これらは非課税所得になっております。まあ、つまり事業税が非課税となっているので、必ずここに記載するようにしてください。続いて、損益通算の特例適用前の不動産所得ということですね。まあ、ここも所得税と事業税で扱いが異なりますよというところなんですけども、不動産所得の話なんですね。まあ、あなたが不動産所得をやっている場合ということなんですけども、かつその不動産所得が赤字である場合は、所得税においては土地等を取得するために要した負債の利子、これは所得から控除することができない。まあ、つまり言ってみれば経費にはできないということになるんですね。まあ、土地の購入代金に相当する借入金の利子、まあ、そういったものですよね。まあ、ところが事業税においては控除対象と経費にすることができるんですね。よってその金額を記載してくださいということですね。ここ非常に忘れやすいので気をつけていただければと思います。まあ、事業税が不当に高くなってしまう可能性があると
ということですね。それから今回の申告でしたら令和3年中に開業ですとか廃業している場合はその開業日、廃業日を記載してくださいということになっております。まあ、これはなぜここで記載するかというと事業税については事業主控除という年間290万円の控除が認められているんですね。まあ、ところが年の途中に開業ですとか廃業した場合は月割りになるんですね。よってその月割りの何ヶ月という情報、他の部分からは分からないので、ここで記載してくださいということになっております。続いて、不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額ということですね。まあ、ここもちょっと分かりづらいので、ステップを踏んで理解していただきたいんですけども、まず、事業税にはですね、青色申告特別控除額、まあ、10万円もしくは55万円もしくは65万円なんですけども、事業税においては、そういった青色申告特別控除は認められてませんと、そういったことになってるんですね。そして、また不動産所得の話なんですけども、不動産所得については、事業的規模でなければ、事業税は課税対象とならないんですね。まあ、事業税というのは、事業に対する税金なので、事業的規模で行っていない不動産所得には課税されませんよということになってるんですね。そして、もしあなたが不動産所得、事業所得、両方あったとして、青色申告特別控除というのは、両方から差し引かれる可能性もあるんですが、そういった場合に事業所得から控除された青色申告特別控除額を把握するために、もう一方の不動産所得から差し引かれた青色申告特別控除額をここで記載してくださいということになっております。ちょっと一回聞いただけではわからないかもしれませんが、一つ目から理解していただければ分かってくるのではないかというふうに思います。それから、事業用資産の譲渡損失などということですね。まあ、このあたりはあまり該当するという方少ないかと思うので簡単に行きたいんですけども、例えば機械装置ですとか車両運搬具などの事業用資産を譲渡した場合ですね、それから棚卸資産や事業用資産等の損失が生じてしまった場合、まあ、これは赤字の場合に限るんですけども、このような場合には白色申告、青色申告、それぞれその年における控除ですとか繰り越し控除認められますよということなので、そういったことがありましたら譲渡損失記載してくださいということですね。そして他都道府県の事業所等ということで、これも該当するという人少ないかもしれませんが、複数の都道府県で事業を行っている場合は事業税というのは所得を一定の基準で分割して課税されるものですよということなので、該当があれば丸を記載してくださいということになっております。そして最後2つですね、第2表の真ん中よりちょっと下の部分ですね、配偶者ですとか親族の記載項目があるんですけども、そこで記載した人の中で別居している人がいたら、その人の氏名、住所を記載してくださいということですね。まあ、これは比較的簡単かと思います。そして最後ですね、所得税で控除対象配偶者などとした先住者ということですね。まあ、ちょっとこれ分かりづらいんでよく聞いていただきたいんですけども、所得税の申告において、アウル事業先住者、例えば奥さんですとか子供を従業員として働いてもらったと、そういった場合ですね、その場合アウル事業先住者給与に関しては届け出を行わないといけないと、提出期限までにですね、まあ、そういった要件があるんですが、まあ、それが何らかの理由でできなかった、提出が遅れてしまったといった場合は、アウル事業先住者給与経費にはできないんですね。まあ、ところが事業税においては届け出をしなければ経費にできません。そういった規定ではないんですね。よって経費にすることができるので、そういったケースにおいてはその青色事業先住者給与額を記載してくださいということになっております。そういったケースにおいてはその先住者の氏名と青色事業先住者給与の金額を記載してくださいということになっております。これも記載が漏れてしまうと事業税余分に払ってしまう可能性もあるので、気をつけていただければと思います。はい、以上が住民税事業税に関する事項ということで、非常に欄は狭いんですけども、あなたの住民税ですとか事業税に影響を与える可能性がある項目というのは多かったかと思います。ちょっと今回も突っ込んだ話で分かりづらかったかもしれませんが、何度か見返していただければというふうに思います。今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みとなりますので、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。